赤コーナー192センチ131キログラムトニーホール青コーナー187センチ113.5キログラムリングオランダデックフラー第2試合です。トニーホームはおなじみです。このグローブをつけて戦うということになります。14スのグローブです。アメリカでもボクシングでデビューしますからね、はい。一方のディック・フライ、こちらの体パンプアップっていうか、もうそうですね、膨らみが戻ってきたような感じありますね、はい。ちょっとこう脂肪がついたような時期があったんですけども、さらにまた、筋肉取り戻してきましたね。そうですね、はい。前世の頃と比べるとややまだちょっと足りないかなという感じはしますけれども、はい、かなり戻ってきています。さあこの2人の対戦は2勝0敗でフライが勝っております。これが3戦目。おっと左がいった、いきなりいきましたね。これでおしまいか。これは完全に火をつかれましたね。ホームは立ち上がります。新刊いきなりの沈没かというシーンだったんですが、いやびっくりしました。17.5 キロの差2人あるんですけれども、ちょっと右目が視界が悪かった、潰されましたね、はい。その辺が心配でだ。これはほぼ大ピンチですね、もう、はい。下がっていきます。ロキック、あ、もうこれダウン、もう気持ちが泣いてますね、もうホームは、はい。これで終わる可能性大です。ボクシングと違ってリングでインターバルがありませんから、これ目の治療もできませんから ね続けては休めることもできません。これはもうフラット的有利ですね、はい。フライがハイキック、ナイマンユーズのハイキック、お潰しにいきます。ホームは最近このプロレスに出ましたり、それからフリーファイトをしっかりいろいろやっています。ボクシングもやっています。エスケープです。最新の話題として、トニーフは5月下旬にですね、アメリカで行われるアルティメット大会、はい、参戦が決定したんですよ、はいはい。まあそれに向けてもこの試合勝っておきたいところです。ただ苦しいですね、これかなり。あ、そうですよね。あーとスマットは左膝、右の小手は軽くディフェンスします。この膝ローキックは来そうです。視界がほぼ気になるのでローキックはまともに終わってしまいます。このローキックだからプロのローキックですからね、はい、してもかなり痛いものがありましょう。ダメージを負っています。日本はかなりもう、かなりもう精神力というか闘争力がですね、もう泣いてきてますね、はい。今ロストポイントは7つ。ここから森川さん大変なことですよ、本当にカウンターの一発になるしかないでしょうね。でしょうね、はい。かつてそのカウンターの一発で巨漢カリエロをも倒したことがあります。これはちょっと余裕見せすぎですね、はいはい。これはブロックしています。あーとこれがダーンと崩れ落します。これでもうロストポイントは許されません。たとえ立ってももうポイントはギリギリです。立ったかフォーダウンという威嚇に乗っています。ボリエフリエスケープも許されません。もうローキック外効いてますね、はい。あと一発で倒れるでしょうね。これはもうこのままですとトニーホームは何もしないまま終わってしまいます。ようやくここで右目のチェックをするようです。これはホームにとってはちょっとラッキーな感じですね。すごい腫れになってますよね。そうですね、骨折いってるかもしれませんね。あ、そうですか、はい。かなりプクッという感じでね、腫れ上がってしまいました、はい。安藤さんと野呂田さんチェックしています。目の下の骨はかなり柔らかい骨ありますからね、そこがもしかしたら折れたかもしれませんね。ちょっとこの腫れ方は異常な感じがします。今日はアクシデント多いですね、アクシデントが。ストップですね。2分42秒ドクターストップでディック・フライ選手の勝ちでございます。2分42秒、やはりドクターストップです。これ妥当ですね、あれは続けてもちょっと苦しいですよ。右目が今のは右目が全然見えてない。
屈折ってます、今放送席にメディカルアドバイザーの野田さんがやってきてくれまして、今お声が達したかと思うんですけれども、右目の視界が効いてないということを伝えに来てくれました。まああの場所は場所だけにね、本当に危ないですから、先生命かかることですからね、これはもう妥当なストップでしょう。まあ試合結果としましては第1試合第2試合と続いてしまいましたが、これこそしょうがないですね。もうそうですね、はい、ちょっと波乱含みですね、今日は、はい。まあ、よく第1試合の内容がそのまま引きずっていくということをね、興行の場合言われますけれども、はい、これ以上続いてほしくないですね。そうですね、これだとニホンはちょっと改めてね、これはちょっと影響してきますね。そうですね、はい。Yeah, I'm back. I said I'm in a difficult year last year, and now I'm training very hard, and now I never lose again. Yeah, next time I win the tournament.